磁力なしで。磁力なしでドリル届く？センター。できます。ジャパンコイキです。さあ、実況していきます。白い狭間の11段フィオナさんと、デフォルトカラー変態10段。変態は今日ちょっと不思議な動きをしていますが、相手の MP が減らせるんですよ。ダークダークやってまずはフィオナさんがターンを取っていく。しかしジンも負けてられない。切り返して、さあさっさとバーフ吐いて、 EC が使ったところにジンがしっかり刺していく。投げがなんか今つかなかったな。しっかりコンボやって、さあもうもらえたくない。投げが通る。今日の変態は何回違う。さあ第2ラウンド、ガンダッシュ 5B から、さあ頭が切り返してココンで触る、固めていく、封鎖いく。先に動いたナジン、しっかりコンボやって10500。さあ突っ込んでくるが触られたところで即バースト。さあ空投げを待っていた、ループができる。使いだけですが3500。さあジン側がものすごい固めている。しっかり立っている。ガードを固めてからのしっかり切り返して、さあ刺していく。さあすでに4800、落とした感があったが、しっかり差し込んで頭が1本取り返す。最終ラウンド、まずはシンが触っていき、さあ隣の台から悲鳴が聞こえています。 KO さんが勝利、おめでとうございます。残る試合は全て予選トーナメントの決勝戦ですので、真ん中の台の方の設定戻させていただきます。の試合どうぞというように、さあ変態からやべという声が聞こえましたが、投げが当たって、さあ突っ込んでくる。2段目に引っかかってしまった。痛い、まだ生きている。さあゲージ、あっと 2D に引っかかってしまった。勝ったのは変態。はい、次の試合いきます。いぶきちさんと静か、さあ始めていきましょう。正岡さんのテイガー対いぶきちさんのアマネ。いぶきちさんがここまで上がってくるのはなかなかないことなので、なんとかしてもらいたいですが、さあどうなるか。まずはアマネが自分の距離を形成している。なんとか集まっている。スレッジハンマーなんか溶けてしまった。アマネが立ち入れ替えして、立ち位置入れ替えして、テイガーのバリバーをゴリゴリ削っていく。バーク使ってとりあえず磁力、さあ勝てるんだ。あれなんか出てしまった。しかしガードしてしまう。あっとゲージもなかった。さあハンマーの術出す前に叩かれて、イブキッズさんがわからん殺しをしていく。それは知ってる、でもできないんだ。さあまたもアマネの距離を作って、しっかり使っていく。逃げながら自分の距離でペチペチと叩いていく。中距離は素晴らしいですね。さあチクチク刺さっている。おっと突っ込んでくる。しっかりスパークやって、おっと怖い。さあスレッジ見てからしっかり入れ込む。正岡さんが死んでしまった。今日いぶきちさんやばいっすね。
はい、わからん殺しでした。勝ったのはいぶきさん。さあ始めていきましょう。ホールさんのラグナと KO さんのバルケンハイン、15段対12段。まずは狼がウロボシーム、ハミツエブル、カモン。バルケンもは分からん殺しっちゃ分からん殺しですよね。まあ、さらに加えて見えないっていうのがありますから結構つらい。対するラグナは強判定でバルケンの動きを積み、敵止めていったんですね。まずは逃がさない、しかしバースト吐かれて、さあ空対空負けてしまう。ラグナ側の体力の方が若干少ない。しかし切り込んでいった。画面端3500。さあもう一回触れれば勝てる。ブラッドサイズを分して触っていく。さあガントレット派で集団が入って、1本目は、なんだあれスマハラ風か、まあ、ホールさんですね。さあ集団が入って KO さんの体力がどんどん減っていく。ヘルズファング、3100。さあ狼がうろうろしている。怖い。ラグナが引いて、さあレベル1で触れない。膝で割り込み、さあバルケンがガンガン押していく。しかし狼ゲージがなかったのか。さあブラッドカインやって、しかし落としてしまった。ワンチャンある、ゲージもある。殺しきれるか。まだ残る。しかし狼ゲージがモリッと回復している。オーバードライブ様子見からのコーパン、2本目は KO さん。さあ最終ラウンド、まずは狼でラグナの真上を取っていく。中段が通って1800。クラッシュトリガーはジャンプで受ける。さあしっかり入れ込んでいく。さあ対空の狼噛みつき、ザクザク入れて、コパンが触ったが落としてしまう。さあ狼の噛みつきが見えたが昇竜の方が勝ち。ラピッドして何も起こらない。さあ狼がガブガブしてきて、立ち位置入れ替え、駒投げが通って、まだいける。落としてブラッドカイン、なんか振っていたので 5B が刺さってしまった。勝ったなホールさん。いいよ。さあ今日は絶好調のイブキツと、いや酔いどれ野郎の変態のジン、これはなかなか。ああ、この勝負はジン側が多分アマナ対策ができていないのでどうなるかわからない。捕まえれば勝てるはず。タッシーで触っていたのはアマネが先、レベル3まで食べていく。熱狂を何か打っている。ドリルからタッシー2段目が引っかかる。ドリルから置き攻め、下段が刺さり、ドリルオーバーヒートしてしまう。さあこの体力が削り切れるのはこのジンというキャラクター。取り返していく。補正切りの投げ、どんどん画面端が迫っていく。バースを使っていく。惜しみない。いいよ。下段が刺さる。画面を見れていない。一本選手はイブキチのアマネ。さあ2ラウンド目、 3C から何もしない。 2D 正剣巻いて飛ばせて、アドリルレベル3まで貯めていく。西、5C、ドリル、バースト。今すごいエフェクトだった。なんだ、ガンダッシュして
立ち見が着地コートに刺さってしまう。クラッシュトリガー 6C からコンボ入れていく。立ち見の補正切りは失敗。カウンターサルト、さあしゃがみくらい痛い。高め端せっかじめ、おっき攻め。さあ前転は枯れてしまうんですよ。あれはこれは肥沃月明で死んでしまうでしょう。取り返していくのは変態の陣。ただバーストの割合的にはアマネがちょっと優勢。さあ最終ラウンド開幕6B、ドリルで押し付けていく。ダッシー2段目がまた引っかかる。ドリル確定。レベル3条件削っていく。バリカが半分。何かジャンピーと何かが当たったのかな。裏に当たって、ドリルレベル3。さあこの状況バックステで回避している。おおすごい体育。非連想 2C 確定。これはイブキチが完璧いった。勝ったのはイブキチ。素晴らしい。今日はすごい。さあ実況していきます。科学部戦闘員のラグナと変態の変態。まずはジンが何もされずに画面端を押し付けていくが、立ち位置変わってラグナが押し変わる。さあぐるぐる回って今度はラグナが押していく。さあ列表取った。勝利を吸っている。裏回りだけど列表取って裏回っての様子見。オーバードライブ早い。 6B が出ている。勝利入って画面端、まずは2戦。さあ2段目に引っかかってしまった。追いかけていって買い付いていく。昇竜ガードしてラピットしっかりとラグナの行動を制していくが、相変わらず追いかける側はラグナ。さあしっかりこれ救う。1本目変態。ただ2ラウンド、ラグナが追いかけていく。ジンに触っていく。先端距離でピチピチと触っていくが、ラグナも追いかけていく。さあ何か飛翔剣を出そうとしたところにラグナの防備が刺さって、追い詰めていくが体育を取って2人で距離を離す。ラピット使って触っていく。ルナが通った。しっかりコンボを入れていく。ファング取っていく。ベッドスパイスに引っかかったが、チームを切り返していく。追いかけない。アウトレンジから攻めていく。さあ定評のデンジャーが出て、定評のあるデンジャージャンシー、ジャンシー、一旦触っていく。さあもう何も割れたくない。突っ込んでいって画面端へ投げ、裏投げ、なんで画面中へ戻していく。さあ投げ落としたところにコパンが刺さって、コールさんが取り返していく。最終ラウンド、まずはお互い四つ身。シンが上から降ってくる。相打ちして勝利を吸って、まだ終わらせなかった。2段目だけ入る。さあ 2C 大工しっかり取って、ヤンシー、さあ低空コンを入れていく。2400。さあ裏回って昇竜吸って、さあ昇竜が使ったが、ジンガーも何もできない。
なっているかなっていう。ジャンキャンセル、オーバードライブ、時間を引き延ばして、しかしゲージがない、殺してない、投げが通らない、列強入って、さあどうする、列強がなんか中距離出ている、列強をグイグイ押し付けていく、距離を取って消費を使った、半角にしっかり刺していく、しかし落として、もう一回補正切りか、さあなんか変態がいけるんちゃうかと言っている、デンジャーが出た、昇竜ラピッド追いかけていく、ガントレタスガードしている、勝ったのは変態、さあ最後の試合となるんでしょうか、イブキッさんとホールさん、アマネ対ラグナー、ラグナーは突進速度が速いんで、アマネはちょっときついのかもしれませんが、あとは自分の距離を決定していく、しっかりガードしてダメージを取っていく、同技出ている、だからやって対空取れない、さあゴリッと減って、ゴリッと減って、もう一丁殺しきれる、反対側がすごい盛り上がってる、1本目はイベキスさん、さあ第2ラウンド、ジャンシー突っ込んで、さあ距離を離さずにグイグイ押していくのはラグナしっかり立っている、しかしここで触られて痛い、2100、もう1回もらって、さあゲージをしっかり取っていく、ゲージファング、さあゲージもある、ファング触ってガーキャン使って、そういう話、駒をガードさせる、さあ上からドリル振ってくる、ガーキャン使って距離を離し、仕切り直し、ベリアルエッジ特攻、裏回りオーバードライブ、四隅いった、さすがにそれは無理か、しかし殺しきれた半端じゃない盛り上がり方、イブキツさんの勝利です、おめでとうございます。さあイブキツさんがヤバい日だった、優勝はイブキツさんです、おめでとうございます。イブキツ優勝おめでとう、2位がキッシーとかいう人です、変態です、3位は俺です、じゃあ本日の戦いこれで終わりにします、お疲れ様でした。